はい、おはようございます。今日は3月15日何曜日でしょう水曜日です。はい、暖かい日差しが差し込んでおりますので、ちょっと長襦袢を捨てにして、木綿の着物にしたいと思います。ベスロンの長襦袢ですね。ベスロンの長襦袢に襟が北谷商店さんの手ぬぐい入りでございます。このベスロンの生地っていうのは多分リサイクルショップで、長襦袢を見たら一連のモスの長襦袢と提示されているものの中に含まれております。昔はね、もう仕立ててしまったらどの生地かがわからないという、まあ面白い状態だったんですね。で、ですね、これは 100% 化繊で、まあ、今の冬物の化繊、フリースとかああいう冬物の化繊もそうなんですけど、それのはるか昔に開発された冬用のちょっと肌触りがあったかく感じる化繊なんですけれども、実際のところはどうかっていうと、まあほんわりあったかい感じはするけど、木綿の着物とか本当に毛の入ったウールの入ったモスの長襦袢とかに比べれば全然涼しいので、残暑の時とか夏襦袢がちょっともう心もとないと思った瞬間にこっちが着れるという生地でございます。こういうの一色単に新モスと言われてた時代もあったんですけど、新モスは綿の生地で作ってるモスだったりするので、でもね、多分これは分からんですね。本当に洗ってみたりアイロンかけてみないと分かんないので、モスの長襦袢探すときに全然一つもチクチクしない、洗っても全く匂いがしない、あれっていうやつはそれかもしれない。私も何個もモスの長襦袢持ってる中で唯一そのなんていうのかな、これなんかつるんとした生地で新モスじゃないの、綿じゃないのって言われてたんだけど、いや全然綿と違って乾くのももっと早いし、でも化繊のなんていうのかな、変なゴワゴワ感とか暑さ、化繊を着ている暑さっていうのもないし、何なんだろうこれって思ってたんですけど、ベスロンという生地でした。今は作られておりませんので、リサイクルショップでもし単物で見つけたらお仕立てしたらこんな感じになります。はい、これも富士工房さんに仕立ててもらったんですけど、和裁のコテを当てたら溶ける、怖いって言ってましたねそれぐらい熱加工を一度するともうこの化繊特有のね、バチッともう形が崩れないという特徴がある不思議な生地でございます。はい、とてもいい生地なんで、本当はあればみんな作ったらいいよって言いたいぐらい便利な生地なんですけど、もう作られてないので致し方ないですね。はい、そういうものは着物の生地には山ほどあります。なんでリサイクルショップを、丁寧に見るというのが大事かと思いますね。丁寧に見た後は丁寧に畳んで片付けましょうね。はいで今日はこちらですね、野村織物さんの久留米がすり、こちらも、まあ、こちらも仕立て富士工房さんなんですけど、こちらも富士工房さんに水通しを仕立てお願いしたものでございます。こちらは柄が月下美人のお花でございます。月下美人の花、夜しか咲かない、一日の一晩の夜しか咲かない、咲かない時もあるという魅惑の花なんですけど、そういう話をしてたら、オプチャのね、神奈川チームの方が月下美人の花を写真撮ったことがあるっていうのでオプチャにあげてくださったんですけど、白やら赤やらいろいろあって、本当にね、この絵のようなこの紬で表した柄のような
本当にね、なんか華やかな、でも可憐な素敵な花でしたね。なんで、まあ、季節感は特にないっていう感じなんですけれども着たい時に着る可愛い花柄っていう感じで、あまり花柄の、季節あんま気にしなくて良いかと思いますね。はい、そうですね、私が気にするのは、アジサイ、朝顔、ひまわり、チューリップかな。ここは季節だなっていう分かりやすいのは、あの小学生でも分かるなっていうレベルの花に関しては、ちょっとやっぱこれはその季節に着たいなと思うので、つけたいなと思うので、違う季節には使わんようにしているんですけれどもよくある柄でバラありますよね。バラは本来は6月ぐらいの花なんですけど、割に年中OK な柄としてなってますね。桜もそうですけどね、桜もなんかあのザ桜っていうのは本当に桜の季節に来てほしいっていうのがひしひしと伝わるものに関してはその季節に着ればいいと思うんですけど、そうじゃなくて、柄として桜が存在しているというものに関しては、あの桜好きだからねっていう形で着ればいいかなと思います。割にさらっとしててね、野村織物さんでもふわっとしたくるめがすりもあったんですけど、この子は割に芯がちゃんとあってのさらっとしたくるめがすりっていう生地ですね。私は この生地は着やすいなと思う生地ですね。あんまりふわふわしすぎてると、私の場合長襦袢が絹ではないので、結構中がゴタゴタしてきたりするので、下前がねモコモコモコってなりやすいとね、まあ運転して外出るとだいたいモコモコしちゃうんですけどね、あの出てから一回直してまだずっとモゴモゴし続けるのちょっとねっていうのはありますからね、一回直したらそれで収まるぐらいの感じが好きなので、でもやっぱ着物全然着てない知らない方とかは、着物って運転できるのって言われますね。そんな着物で運転できるのって何を根拠に心配してるんだろうっていうのは、私はね最初から着物で運転できるできない関係なか考えたことなかった。できるに決まってるし、あの何にも思ってなかったんで、なんでそんなこと思うんだろうって思うんですけどね。そう思う方もいらっしゃるみたいで、やっぱり、私はよっぽどあの一昔流行ったね、すごい男の子でね、ダップダパのズボンでね、腰パンでもうあの裾が擦り切れて破けて、なんか何靴より長いズボン裾、なんかねあの忠臣蔵みたいな感じの袴の、あんなんでよく車運転できるなと思ったんですけどね、引っ掛けんのかなと思ったんですけどね、アクセルとかブレーキのペダルの中にあの布が入り込んで挟まったりせんのかなって思ったんですけどね。着物はそんなにね手を隠したり足を隠したりして着ないので、よっぽど運転はしやすいんですけど、足も開きますし余裕で、よっぽどその帯ですよね、帯の形がまあ創作の結び方であの不安定だと、確かにちょっと背もたれの位置を気をつけなきゃいけないかなっていうのはありますけど、実際どうなんすかね。別に文庫も運転できますし、潰れるの上等みたいな感じで運転できますし、まあ成人式とかは絶対無理ですけどね、振袖は無理ですね。振袖はちょっと
まあでも膝の上に置いたら運転できるのかもしれないですけど、あんま運転はしたくないよね。そんな時ぐらい誰か運転してくれよって思いますよね。気ぃ利かせろやって思うから、それはまあ除外して、あと花嫁のね後ろ向くとかね、それは運転してくれよって感じやけどね。そうじゃなかったら別に全然黒留め袖とかでも運転できますし、だってお太鼓だしね。問題ないんじゃないかなと思うんですけどね。よっぽどね、あの昔流行った超ミニのさ、タイトスカートピッチピチのボディコン系の、ああいうのの方がね運転は厳しいよね。もう正直パンツ見えるよね、あれはね。こんなミニのスカート流行ったよね、あのピッタッとしたねタイトでね。あれはあのこう足上げた瞬間にパンツ丸見えですよ。パンツ見せて運転するみたいな。若い時1枚持ってましたけどね、ミニスカートね。父親に短すぎるって心配されましたね。そうだなって今になって思いますけどね。その当時は別に暑いからみたいな感じだったんですけどね。確かに短すぎたなあれは。はい、今日はこちらですね。はい、虎年が終わったからって虎帯をつけていけないという理由にはなりません。はい、私は虎年、虎が大好きということで、はい、虎ちゃん、コロコロ虎ちゃん、多分ね、この、ここ超面白いよね、つながってる、鏡になってる、このね、コロコロ丸丸虎ちゃんはね、多分虎史上のナンバーワン可愛さだと思うんですよね。この帯をしていると本当に可愛いと言われますね。はい、で、帯締めが藍色のひびひもになります。どちらもモタハナさんの商品でございます。江戸帯っていう、まあ、感じで販売はされました、モタハンさんで。でも、あの、普通に可愛いし、あの、その江戸が終わっても全然つけていいと思うし、私は、うさぎ帯も買いましたけど、別に来年じゃあうさぎ帯しないかって言ったら、って感じですよね。その色の帯が欲しいときはします。はい。そんな感じで、なんか、えとだから、まあ確かに、おろすのはその年におろしたいよねっていう気持ちはあるけど、お正月とかにね、締めたらテンション上がるよねっていう、なんていうのかな、お正月に、あの、柔らかものの高級な着物を着れない時、まあ大体そうなんですよ。雪がひどい、雨がひどい、ぐちゃぐちゃだし、石川県はね。そういう時にやっぱ干支帯テンション上がりますよね。あのお参り行く時にね、お正月の初詣行く時とかにね、か気持ち上がりますよね。そういうのはいいなとは思うんですけれども、別に終わったからって締めちゃいけないってことはないと思いますよ。私は締めたいから締めてますよ。はい、この間ね、うさぎ帯をやっと認知されました。あ、これうさぎなんだって。お店の子にね。でもちょっとピカチュウっぽく見えるみたいなね。やはりピカチュウ説。北谷さんの帯かわいいからね。あの、見つかるとね、あ、かわいいってみんな言ってくれるんでね。そういう、あの、かわいさがありますね。北谷さんの手ぬぐい帯に関しては。ただ、あの、今日水曜日なんですけど、昨日、火曜日で、YouTube ライブ、富士工房さんの YouTube ライブで、小倉さん出てたんですけど、あの、蔦屋久兵衛さんのね、新作の半幅帯。半幅帯いいですよね。私はやっぱりね、半幅帯がいいと思うんですよ。いちいち折るの面倒なんでね。それで、半幅帯で、新作で、あの、カンナさんがデザインされた、新しいタイプの、ギラギラしてないタイプの小倉さん。でも締め心地は小倉さんっていう帯
で紹介されてましたけど、そこにうさぎ帯出ておりましたね。可愛らしかったですね。実物を見たらもっとこの可愛さがわかるんだろうけど、ちょっと白飛びしてて、あんまり薄色だったんで YouTube ではあんまり良さが発揮できてなかったんですけれども、その時もあの干支帯作ったらっていう話が出ていましたね。はい、いいと思います。いろんなところで干支帯作ったらいいと思う。手ぬぐいの帯の干支帯があったり、西陣の干支帯があったり、いいじゃん。日本人って干支好きねっていう感じでいいじゃん。なかなかね、それはそれでね。どんなだからもう全然、じゃあうさぎ帯並べてみたら全然タイプ違うから、まあみんな面白いですよね。織りと染めとまた違いますしね。好きなのを選ばれたらいいかと思いますが、まあ一つ言えるいい時代になったなと思うのは、そういうね、こうちょっと干支の帯とか、こうなんていうのかな、お題のある帯に関しては基本的にその画角がでかい方がいいっつんで、絶対的にお太鼓できる名古屋帯または京袋帯、京袋帯っていうのはまあ名古屋の開き帯みたいなもんなんですけど、でしか基本的に作ろうとはされなかったんですよね。こう半幅であったらいいのになっていう言葉に対して無視された時代がずっとだったんです。それがなんか半幅でこう楽しく楽にそういう帯を締めれたらいいよなと思って、そういうのを作ってくれる人ができてきて、そういうことに耳を傾ける人たちが出てきて、実際によく着る方たちが非常に楽しく着れる幅が広がったっていうのはいいなと思うんです。名古屋帯とかで探す分には簡単にいろいろ見つかるんですよね。過去からずっと今までそういうのはいろんな作家さんも取り組んでらっしゃったと思いますし、干支に合わせてっていうのは、ただ半幅があまりにも皆無っていう、特に何ていうのかな、あってもプリントでされたやつならあるんですけれども、そうなんですよね。それがちゃんと折ったやつとか、ちゃんと中線で染まってるやつとか、そういう技法であるやつがなかったというので、なんかね、締めやすいやつでできて嬉しいなって。なんか可愛いの探そうとすると半幅はポリしかなかったって時代が非常に長かったんですよね。それでまあ証券のも出てきたんですけれども、やはりちょっと締めにくいのはしょうがないですよね。証券にプリントするときにどうしても熱処理をしてしまうので、木端で折った状態が博多帯なんですけどね、硬さが失われてしまうので、芯を入れるわけにはいかないので樹脂加工というものをするんですって。でそれのそのせいでぬめっとした感じになってしまうんですよね。うん、よくある可愛い帯シリーズ、それでございます。証券なんだけどちょっとぬるっと滑るなみたいなやつですね。はい、まあこれのことかと思っていただければ。あとはちょっとそれが幅が広すぎるというのが、ちょっと普段に締めるにはと厳しいなっていうのがあったんです。いろいろな理由で、まあ、締め心地がそれほど良くないっていうのと、まあ、幅がありすぎるっていうのと長さがありすぎる。で長さがありすぎるから、まあ、適当に折って使えばいいんですけど、そう折ったら折ったで折ったところが滑るもんだから重く感じるっていうのがいろいろこう問題がありまして、で私はもう結局そっち側はもう買わないっていうの、選んでてもしょうがないっていうのがあって諦めたっていう感じだったんですけど、でまあモタハンさんで手ぬぐい帯でこういう可愛い帯を作ってくれるようになって、北谷さんがね帯用にいろんな柄を染めてくれて、これは帯用じゃないんですけど、これね、こうだからこう中世なんでこうやって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 液を入れて染めるので、この折った部分が
この鏡になるんですよね、柄が。そこがまた可愛いではないかというので、結構あのここですね、こういうとこですよね。もう中線の折り方を、あの染め方を見たことがある人はちょっとここで燃えるんですけどなんかね、それもやっぱりあのずっと和裁の、専門の工場をやられてる、これラポージェさん作ってくださってるんですけど、ラポージェさんにしてはこんなところ見えるのは商品としてどうなのっていう不安があったりとか、いろんなこう思いがあって、なんていうのかな、いや私らはこれがいいんやけどっていう人たちしか買わないよっていう体で作ってくれたやつなんですよ、これはね。でモタハさんの、あの通常売ってるモタハさんの手ぬぐい半幅帯っていうのは、こういう折り目のところがここですね、ここが全然わからないような柄にわざと仕上げているという感じでございます。はい、江戸帯だけはこういう風になってますので、ちょっと抽選の鏡になってるところを楽しんでいただいたらいいかなと思いますけどね。それ以外にそのなんていうのかな、そうで、そのね、西陣織のその蔦屋久兵衛さん、小倉さんも顔面白い帯いっぱい織ってくれてるんですけど、結構今まではかっこいい系の帯が多かったように感じます。まあ、ビンちゃん帯はさておき、ビンちゃんのやつを織ってくれたので、小倉さんの趣味ではないやつなんですけれど、あれは小倉さんとあの藤子坊さんの愛が織ったの、成し得た、あの、ビンちゃん帯だと思うんですけれども、そうじゃなくて、その、あの、女性の方のデザインで織ったっていう、あの、またちょっと違った感じになってて、どっちかっていうと私とかはそっちの方が、締めやすい柄が多いかなっていう感じはしましたね。当てがってるのを見てると、かなさんのデザインの方が、まあ私は好きというか取り入れやすい柄が多いというか、うん、あのイメージがつきやすい感じかなと思いましたね。でももともとの小倉さんの柄すごく独特なので、そのなんていうのかな、多重人格的な違いが面白いなと思って、あの面白いと思いますね、単純に。なんかあのギラギラの帯の横で、あのそのカンナさんのデザインのね、可愛いウサギの帯を折ってると、この人大丈夫って思うぐらい振り幅ありすぎるよねっていうそんな風に思うんですけどね。糸の色からしても全く違うみたいな感じでね、それはまた小倉さんのいいとこじゃないかなと思うんですけど、それぐらいあの振り切っちゃってる、あの小倉さんのとカーナさんの可愛い系の帯もまた楽しみだなと思いますね。ちょっと一つ私も何か選べたらなと思っております。まあ、ちょうどあのエリハナさんの時にね、小倉さん来てくださいますので、エリハナさんのイベントの時も、可愛いのちょっと用意してくださっているようなので、あのぜひ、小倉さんの帯直で見たいわっていう方は、エリハナさんの私のイベント、あの私が、加賀染めの色出しをしたというやつのその色を決めさせてもらっただけなんですけれども、その染め上がりのイベントが、4月末の平日なんですけどありますので、よかったらそちら来ていただいたらいいかと思いますし、あの私が個人的に大好きなあのイトリさんですね、しましまのイトリさんも来てくださるので、あの手ぬぐい以外で、結構あのなんていうのかな、ポップな普段に使いできる軽いカジュアル感で使える洗える半襟とかもいっぱい持ってきてくださいますので、よかったら、来てくださったらいいかなと思いますね。はい、な感じですね。はい、で今日のコーデは結構すっきりしてて私は好きなんですけど、色は、あ、ののちゃんそれかやるよ。あー、かやる、あー、かやったね。ヨガマットじゃないか。はい、ほこりがすごい。なんで、なんなの最近ののちゃん、なんなの、なんなの、そのトイレ行った後の
ゴリゴリに絡んでくる感じ。はい、今日は、北谷さんの襟ですね。これすごい、透明感がないので、明るい色なんだけど、この季節とかにもすごいパキッと合います。そうですね。春と夏、春イエベ、夏ブルベの方とかは合うと思いますね。はい。で、ですね。中が、もう仕立てはどっちも富士工房さんです。ベスロの長襦袢。で、こちらが、クルメガスリでございます。野村さんのクルメガスリ。月下美人ですね。いい生地ですね。ちょうどいいですね。今日みたいに。ちょっともわっと暑いのは。で、モタハンさんの帯回りですね。北谷さんですね。北谷さんになってますけど。福ドラ。ね。トラちゃんがいっぱい。はい。それと、藍色のひびひも。藍色ひびひもはね、ちょっと大人っぽくまとまるんでいいんですよね。で、恵比寿旅さんの旅です。はい。そうなんですよね。藍色のひびひも、結構この甘い感じの、こう、色合いのコーデに、ちょっと大人の色が入るんで。結構藍染めおすすめ、藍色おすすめでございます。まあ、そうですね。これだとね、ちょっと優しくなりますね。で、これだとちょっと明るくなりすぎて、よりポップな感じになっちゃうので、青よりも藍の方が、ちょっと大人、なんていうのかな、スイートなものを、まとめてきたときに大人っぽく最後に締めてくれる色かなという感じがしますね。はい。で、ですね、ののちゃんがガン見してますけど、頭周りは、あきこさんが作ってくれたね、ブローチと、自分で作ったシュシュと、コキンドさんのおろくぐしですね。ね、ののちゃん。降りる?にょこすって遊んでる。降りなさいな。耳に息かけるのも。まだ降りたくないの?かやるよ。そんなとこにおったら、ののちゃん。かやるよ。はい。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。ですね、まあ、ちょっと色は冬っぽい色なんですけど、生地的には真冬よりも今からの季節が向いてる色、生地でございますので、どんどん着ていきたいかなと思っております。なので、暗い色の着物なので、まあ今から春になるので、割に明るい、軽やかに見える襟を持ってくる。まあ簡単ですよね、割に。これよりも明るい色って結構トーンがね、明るいって結構何でもあると思うので、多分何でも映えると思うので合わせやすかったかなと。最初これね、派手になりすぎて合わせにくいかなっていう不安があったんですけど、やはりそこは黒立ての落ち着きがあるんですね。うん。なのでやっぱ黒がしっかり入ってるので、しっかり色が落ち着いていて、派手すぎずという感じですね。で、柄も、結構大きな花柄だったので、やぼったくなるかなと思ったんですよね。縦に私やっぱり何かのラインがつながってないと、大きな柄っていうのは、やっぱ身長がそこまでないので、ちょっとやぼったく見えてしまいがちなんです。で、なので、小さいサラサ柄とかは別なんですけれども、縦じまは結構得意なんですけど、こっちはこの柄は花をね斜めにこう入れてくれてるので、柄合わせでね、富士工房さんがねこうつなげて斜めに入るように入れてくれてるので、すごくスリムに見えるようになってますね。後ろもこう綺麗に互い違いになってるので、横に広がるという感じをなくして作ってくださってるので、
割に、なんていうのかな、スリムに見えるように作ってくださっております。肩に乗る月下美人の花の感じも非常に色っぽいですね。はい、な感じでございます。多分こういうのはね、浴衣の柄合わせは本当にもっと大変なんだろうなって思うんですけどね、浴衣ってもっとすごいのありますからね。もうどうするのっていうぐらいね。それこそ抽選染めのね方でね、その反転するところどこに持っていくかっていうのとかね、大変だろうなと思うんですけどね。毎年毎年、しかもあの量も来るし、そのくせそんなにお仕立て代が変わらないし、どんなに柄合わせ難しくても立ち台っていうのがないですからね。本来立ち台欲しいよって思うと、もうあんまり難しい柄だと、それを押し立て台の中に含まれてるんで、で木綿の押し立て台っていうか、まあ浴衣の押し立て台っていうのは、まあ押し立て台の中では一番安い押し立て台になってしまうので、ちょっとなんか割り合わないなっていう気はするんですけどね。その柄合わせの大変さを考えるとそんな風には思うんですけれども、まああの大変だな、大変なんだろうなと思うんですが、まあでも浴衣は毎年見ると衝動的に欲しくなる華やかさがありますね。あのやっぱりあの型染めの自由な伸び伸びとした、なんていうのかな、新しい色合い柄雪を見ると欲しいなって思っちゃいますね。なんかあんまり考えずに欲しいなって思っちゃう。あんまり本当は考えなきゃいけないんだけど、考えずに思っちゃうぐらい魅力的ですね。浴衣は浴衣で、はい、そんな風に思います。はい、浴衣もいっぱい持ってるんですけれども、もうだいぶね、毎年毎年1枚ずつ増えて、プラスリサイクルで有松なるみ絞りとか買っちゃってるもんだから結構増えてるんですけど、でもやっぱり浴衣見るとわあ素敵って思いますね。これなんだろうね。なんか昔よくあの夏になると新しい水着欲しいとか、冬になると新しいスキーウェア欲しいとか、なんかスノボのウェア欲しいとか、そういう感覚と一緒な気がしますけどね。で別に着物なんでずっと着るんだけど、だからずっと増えていくんだけどでもなんかね、あの浴衣はすごい魅力があるなと思います。はい、今年はもう何も心配なく、あのみんなが集まって屋台も楽しめて、あの花火を楽しめて、お祭りを楽しめる夏になったらいいなと思いますし、ただまあとはいえ、昔その3年前4年前コロナになる前と違って、明らかに多分あの衛生面はより一層気をつけるようになるかと思いますね、お互いに、お店の方の人たちもそうだろうし、使う側の人もそうでしょうし、まあそこら辺でまあ単純にマナーが良くなれば、またあのそういうマナーのいい文化が続く、あの育まれるのはいいことなのかなと思いますね。食べ残したものをそこたら中に散らかしたりとかね、あの割り箸捨てる時に適当にポンって捨てるんじゃなくて、何かにくるんで捨てるとか、なんかそこら辺のね、自分の口についたものの、 あの処理の仕方がもうちょっと丁寧になっていったら、あの捨てる側の人たちもね、あの気持ちよく仕事できると思いますしね、いろんな面でもいいかなと思いますね。はいなんかすとね、そういうことも思いましたね。やっぱでもそれはそういうあの病気が流行ったりとか、人口が増えて病気が流行っていっぱいの人が亡くなったりとかの繰り返しのたびに、そういうあの清潔にする心がけとかマナーっていうのはあのちょっとずつ強化されていくのではないかなというふうに感じますね。はい、
いいよいいよ、ののちゃん。肩貸すから。入りたいんだよ、はい、床に置いといてよ、入ってきな昔ヨガやってたマットがどうも気になるらしくてね。でも爪を解かれたから上に上げたんですけど、とうとう見つかりましたね。まあいいかな感じで今日過ごしたいと思います。はい、楽しいね、年になるといいですね。はい、エトオビ楽しく、トラオビ持ってらっしゃる方、今年も使っていただけたらと思います。それでは今日はこんな感じで過ごしたいと思います。それでは皆様良い一日を。せーの、チャンネル登録はこちら。